あ、そちらから出ますじゃん。ちょっと待って。ちょっとこっち側行こう。少しちょっと、こっちから行こう。はいはいはい。ね、寒いですね、今ね、新宿でございますけど、ね、本当に、いわゆる、いや、本当平和ですね、新宿はね。あ、今日珍しく、自転車の撤去作業が行われております。撤去中と、撤去中ですね、皆さん、放置自転車ダメですからね、ちゃんとした駐輪場に止めましょう。こんなマナー違反ばっかりしてると。そうですね、バリバリいないですからね、どう見てもいないから、はい、まさかの中止ってこと、中止ってことはありえるんですか、ちなみに。はい、はい、公安って本当にね、いるっていうか、まあ、絶対いるんでしょうけど。はい、そうそう。あれ、じゃあ、まさみさんでは作ってるのはここでしょ、グランカスタナカフェの、ここが本店っていうか、なんかあれなんですよ。うん。2か所あって、グランカスタナカフェと、あのカフェこっちが温泉です。だから、ね、なんか、はいはい。はいはいはい。で、グランカスタナカフェの方は、はいはいはい。あとは、はいはい。はい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 。皆さんもグランカスタナカフェぜひ、うん、使いましょう。で、あそこは私がおすすめのひばりですね。あの、130円で書いてますけど、全然美味しくないお寿司屋さんですね。ただ、なぜか中毒性があってですね、私、症状行ってしまうんですよ。いないないですね。行くたんびに後悔するんですよ、ね。もしかしたら通報されたのかもしれないですね。皆さん、通報されたそうです。私の炎上計画は果たして。まあ、でも、もう、じゃあ次は、だから、あれです、要は。でも、まあ、一応ね、14時頃、はい、2時ぐらいに来て、まあ、までいるっていうふうにツイートしてたんで、とりあえず、はい、そう、私はだから1時間ぐらい一応張ってますよ、じゃあ、とりあえず。そう。で、まあ、今日来なかったら、だから次はちゃんと、一兵衛さんとか、ジョースターさんたちがいるところに来ますんで、はい。あれはね、一応2週間に1回ぐらいのペースでやってるらしいので。ちなみに、明日は私ちょっと無理なんで行けないんで、だから、明日以降で、そう。そう、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 山手線もあるやつなんかは、毎週やってる。毎週やってる。でかいデモの時だけちょっと教えてください。じゃあ、まあ、今日ね、今日バッティングできるかもしれませんけど、ちょっとそれができない可能性もあるんで。ああ、やっぱ渋谷のね。そうですね。あれ、今回でもう2回やってますから。はい、ああ。じゃあ、渋谷3回目になるんですよ。あの時渋谷に着いた時5時ぐらいだったんですけど、もう遠昔に終わってたっていう、なんか。で、悪い意味で有名になってくるので。はい。はい、この配信をするとできます。まあ、炎上は軽々します。皆さん、私の YouTube チャンネルがついに、ごめんなさい、炎上するかもしれません。あら、やっぱり、ね、全く気配感じませんね、ちょっとね。逃亡したのか。そう、どうかもしれませんね。家に転がってるのが iPad mini Pro やったんですね。いや、iPad mini 4と3ですね。はい。Pro じゃないですね。はい。mini って大きさどれぐらい？いや、もうちっちゃいですよ、本当に。はい、なんだろう。そう、持ってきてないけど、ノートぐらいのサイズですよね。ノート、ね。これ2倍分ぐらいですね。まあそうですね、ちょうどそのくらい。あれだ。はい、インパスが仲間ですよ、風向きの。これは。ついていけば。はい。じゃあ、お二人ともどうぞ。はい。はい。はい、すいません、またよろしくお願いします。よろしくお願いします。その iPad mini のあれを送って。了解です。写真、家に帰ったら送ります。はい。これが使えるかどうか。はい、了解です。了解です。だからまさにじゃあ、今日使えたら今日差し上げますからね、もうね。はい。はい。はい。ちょっと今からじゃあ、はいはいはい。とりあえず行きます。はい。はい、ありがとうございます。さあ今から、ちょっとなんかね、怪しい人が見せたんで、ちょっと
追跡しますね。何やってるんだかって感じですけどね。さあ何を、あの怪しい人は何をしてるんでしょうか。ちょっと面白そうなんでね、ついていこうと思ってます。さあさあどうなる、面白そうな人いるかな、面白そうな人がいるかなと思って行ってみたら誰もいないですね。なんだかわかんないけど、努力技術の撮影だけしますね、ちょっとね。なんですかね、これはね、一体。さっきの銀色はどこに行ったんでしょうか。私は一応銀色を見つけに来たんですけど、銀色がいませんね。なんか、前回もそうだったんですよね。前回もそうでした。なんかもう、疲れちゃいましたね。あ、今あの、あ、やばい。今ちょっと LINE ミスったかもしれないですね。ちょっとあんまり変な LINE 送ってしまったかもしれない。ちょっとまずいです。まあいいや。とにかく、まあとにかくあの、あれですね。まあ皆さん頑張りましょうっていうことですね。ちょっとね。まあ東横ですね。東横にいます。ちょっとなんか怪しい銀色の髪をしてる人を見つけたんで、東横に来たんですけど、しかし、いないですね。怪しい人が。まあ、あとこの配信もまたぐたぐたになってしまいますけども。ちょっとまあ、私どこにいるんですかね。東横の方々は。キッズの方々は。あ、これ、GoPro 用のね、あれですね、私がちょっと想像してたのと違かったんで、まあ、微妙な感じですね、ちょっとね。ちょっとお金返せよレベルの話になってますね。ちょっと LINE しますね、すいません。はい、今、LINE 送りました。まあ、ちょっと予想外のことがちょっと起きてますね。はい、予想外ですね。まあ、なんでちょっとよくわからないことになってますね、今ね。寒いです。で、2時から面白いことが起きるって聞いたんですけど、誰もいらっしゃらないのはどういうことなんですかね、これね。私は、ハズレをつかまされたってことなんでしょうか。マジで、勘弁してほしいです、こういうのは。4.4
その遊びに来てるわけではないんだけどね。ね、だからまあ、じゃあどうなってるのかってことですよ。まあ、ちょっとね、お話、させていただいたわけですから、私もね。なんで、ちょっと、いないんで、ちょっとお手洗いに行きます。いないですね。まあちょっとここからちょっと若干お聞きしてになりますんで、少しちょっと、まあ、DJM はちょっとまずいな。著作権がちょっと、私の声を聞いてくださいね。ちょっと今 BGM が流れてるんですけど、ちょっと著作権の都合でこれ消さないといけないんで、まあ、とりあえず今日何してるかっていうと、新宿で面白いことがあるっていうからだから来たんですけど、面白いことがちょっとないですね。なんでちょっと一回今お手洗いに行ってる感じですね。ちょっとまたちょっとだけ休憩した後、すぐにちょっとまた配信を始めようと思っています。休憩が終わりました。すいません、お見苦しい点がありまして申し訳ないですね。今日なんか面白いことがあるって聞いて来てはいるんですけど、ちょっと面白いことはなかったんで少しだけちょっと休憩しました。今からちょっとまたね、面白いことがあるであろうところにもう一回ちょっと戻ろうと思います。ね。
一応今日はあと30分ぐらいは一応いますここに。結局何も起きないんであれば私は帰りますよってことですね。ああ、さあ、果たしてこれから面白いことは起きるんでしょうか。ね、面白いことがあるって聞いて、新宿の東横に、こんなマンモの時にですね、わざわざ東横に来てるわけですけど、はい、今また東横いますけど、何にもないですね。何ら変わってないですね、さっきと。これはどういうことなんですかね。私はガスネタをつかまされたんでしょうか。結論として、面白そうな人だ。あ、いらっしゃいましたね。面白そうな方いらっしゃいますね。ってことは、おそらくチャンスを伺っているのかなっていうところですね。いらっしゃるので、多分準備はできてるはずなんですよ。なんで多分、何か起きるんでしょうけど、こう、嵐の前の静けさというんでしょうか。何かは起きるはずなんですが、ただ何も起きてないっていう感じですね、今ね。すごい、ずーっと東横キッズにインタビューしてますね、奴らは。そんなにもう東横キッズも珍しくはないと思うんですけどね。さあ、今、配信開始から17分経過してますけど、未だに面白いことは起きません。なんでですかね？なぜなんですか？なぜ面白いことが起きないのか。すごく不思議ですね。私いつ面白いことが起きるのかという感じになってますね。さあ果たして面白いことはいつ起きるんだという感じでございます。さあ今あれになってますね。私の自転車の著作権がちょっとあれですになってますね。さあ果たしてどうなることやるという感じでございます。ではね、早速新宿の皆さんにねご協力をいただいて、今後の配信活動にね向き合おうと思ってます。さあ果たしてどうなるか。思いっきり私のところでピッ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 ピやられましたね。みんな今待ってるんですよ。だから何人か方が今それらしい人がいるなので、きっと面白いことは起きるとは思うんですけど、ちょっといつになるか分かったもんじゃないですね、今ね。あんな感じで、あれなんですね、今スマホを腕につけてる人いましたけど、あんな感じなんですね、俺だっていうのね。もうなんかすごい、撤去、弁償は一切しないみたいな、ね。弁償しろとは言わないですけど。じゃあ、果たして、面白い。ことはいつ起きるんでしょうか。さあ果たしていつデモが起きるんだと。デモって言っちゃったな。私はチャンスを伺ってるんですけど、未だに何も起きません。これは果たしてどういうことなんでしょうか。じゃあガセネタを捕まされたんでしょうか。そんなわけはないはずなんですけど、未だに、トラック止まってますね。あ、でもあれは違うか。あれはなんかの工事なのか。さあ、果たして、面白いことは起きるでしょうか。一応、25分経過したら一回、切ろうかなと思います。マジでこの動画一体何だったんですかね。面白いことを求めて新宿にいるはずが何も面白いことは起きてないっていう、その変な状況ですね。マジで、どうなってるんですかね、これね。さあ、私今後どうなっていくのか、面白いことは果たして起きるのか、どうなのかですね。今のところ全く面白いことは起きてませんね。やっぱね、あなたね、新宿にいるんだっていう虚しさが今込み上げてきております。しかし新宿はマンボウが発令されていることによりめちゃくちゃ人が少ないです。店もどこも
どんどん店が閉まってるという感じで、まあ、果たして、いつ、面白い方々は笑われるでしょうか。私は、待っております。人が、どうでもいいっす、そんなことは。そうじゃなくてね。どういうことか、まあ、正直どうでもいいんですよ。今、新宿いるんですけど、何にも起きないですね。どういうことなんでしょうかね。それらしい人は周りに数名いるんですけど、何も起きないですね。申請はさせているんですよね。ね、今、私個人の LINE を返しております。今ちょっとね、ハマってる LINE を今ちょっと返してます。あまりに暇なんで。法人経験がある。責任者の自衛隊経験がある。はい。はい。なんかいろいろ今、LINE が来てますね。同じようにトラック運転できないけど免許ないけども助手したいやつと、もしくはトラック運転できるけど土日しか休みがないんで副業としてドライバー、これなら紹介できますよと、さんは何のネットビジネスであるんですか。ね、私の知り合いから急にですね、LINE が来て、なんかあれなんですって、あれです。なんか、あれ何の LINE が来たんだっけな。あー、もうとにかくね、イライラしてきましたね。何も起きないんですけど、マジで。でも、あれかな？あ、でもそれっぽい人、ちょっといないですね、やっぱね。いつ始まるんでしょうか。とりあえず14時半まで一応配信はします。14時半になったら、まあ一回切りますね。ちょっともう何も起きないんで、これは。私は面白いことを求めに新宿に来てるのかからず、面白いことがないんじゃ意味がないわけですよね。何のために新宿にいるんだってことになっちゃうし。悲しくなってきますよ、だから。さあ、果たしていつ面白いことが起きるんでしょうか。めっちゃ楽しみに待ってるんですけどね、面白いことが起きないんじゃしょうがないですね。
さあ。どうなるでしょうか。面白いことは起きるでしょうか。ああ、疲れましたね。ああ、人が全然やはり集まってないですね。いつ面白いことが起きるんだっていうぐらい、全然集まってないですね。私騙されたんですかね。騙されたのかなこれ本当に。いや、いますね。いるんで、多分おそらくそろそろ何か起きるのかな。そろそろ多分起きると思います。今それっぽい方がいらっしゃるので。なんで皆さんタイミングを見て待機してるんですかね、なんかね。まあそれっぽいですね、なんかね。まあ面白いことは起きるんだけど、みんなタイミングを見て待機してる。そういう状況みたいですね。さあ果たして何が起きるんでしょうか。早くしてほしいですね。私も待ちくたびれてるんで、今マジでずっと待たされてるんで。さあ面白いことはいつ起きるんでしょうか、一回ちょっとじゃあ一回切るかもしれないですね。ちょっと一回その後でね、その後で皆さんにまあちょっといろいろお届けできればいいかなっていうふうには思っております。なんかね、面白いことは起きるにかかわらず、何も起きないっていうのは、ちょっと困りますね。今待ってるんですけどね、何も起きませんね。なんですかね、何も起きないのは困りますね。さあ、いつ面白いことが起きるんでしょうか。私はもう待たされすぎているので、我慢の限界でございます。さあ、いつ面白いことが起きるんだ。さあ、何にも起きませんよ。もう飽きてきました。ただ、それらしい人は一人いるんですよ。なんで、早く始めてほしいんですけどね、こっちもね。ちょっと待ってるんですけど、来ないですね、全然。さあ、果たしてどうなるか。私は期待しているような面白いことは起きるんでしょうか。ちょっともう起きないんでしょうか。果たしてどうなんでしょうか。はあ、東横キッズが相変わらずいますね。なんか踊ってますね。でも今日は東横キッズを見に来てるわけじゃないんですよね。もっと面白いことを見に来てるのかわらず、なんでいないんですかね。じゃあとりあえずもう、あと30秒ぐらいなんで。まあ一回切りますかね、じゃあね。とりあえず一回切ります。はい、わかりました。じゃあ一回切ります。はーい。